パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ボーダーモデル、イギリス軍巡航戦車クルセイダーマーク2です。はい、くしくも連続してボーダーモデルやることになりましたけど、同じ日に来ましたよね。はい、前回マーク3出ましたんで、バリエーション展開をしたということなんで、ある程度は共有パーツね、あると思うんですけど、どういったところが新しくなってるかとか、あと最近ボーダーモデルはボーナスと称して結構いろんなものが入ってるんで、その辺も楽しみですかね。はい、では早速中見てまいりましょう。組み立て説明図です。これ履帯ですね。はい、もう形状からして可動式ですね。はい、これはなんかいっぱい入ってますね。金属方針、デカール、フィギュア、あとちっちゃい砲塔ですね、とエッチングパーツ入ってます。これはポリキャップですね。箱組み済みの下部車体です。これは砲塔のパーツですね。車体のパーツです。これも車体ですね。足回りのパーツですかね。はい、あと車体のパーツが一部入ってます。クリアパーツです。パーツは以上です。組み立て説明図です。表紙はパーツ図ですね。はい、なんかこれだけ、はい、ちょっと太くなってますね。表紙はこれは実写の解説ですね。はい、英語と中国語で書いてあります。あと今回目玉はドイツ軍の鹵獲仕様が入ってるってことなんで、写真はドイツ軍が鹵獲したものですね。はい、組み立て開始です。下部シャーシですね。まずサスペンションアーム組み付けて、前後のパネル付けて、でこれですね、このサスペンションアームを覆う形のカバーをつけて、これはもうあれですね、排気管とかハッチですよね。はい、この辺の組み立てだな。非常に見覚えのある進行だと思います。はい、この辺は車体についてる道具箱とかなんですかね。あとこれ多分運転席のとこですよね。こういうものですね。で履帯が、はい、これは確か予備の履帯だったかな。はい、車体、上面車体ですね。はい、各種道具箱、それから運転席などなどつけてますと。はい、で今回はここですね、ここのハッチが一応選択式になってます。はい、書いてありますね。砲塔つける場合はこのハッチ取り外すってことですね。はい、車体を貼り合わせて、あと細かいパーツですね。はい、これはフロントフェンダーとかライトガードとか、細かいフック類を取り付けて、リアの工作ですね。はい、これも見慣れましたね。見慣れ、前ありましたよね。あ、予備の燃料タンクで、これ面白いのは車体に直結してるんですよね。はい、非常に面白いですよね。これはでもすぐ壊れそうですけどね。で動輪の基部のあたりのパーツとか、牽引フックですね、これはね。はい、履帯の工作ですね。と合わせて天輪類ですか。ですね、はい。ロードオイルだけですね、ポリキャップ使ってるのは。はい、機動輪と誘導輪はそのまま貼り合わせですね。はい、履帯は、はい、片側117枚ですか。はい。はい。はい、で、これはサイドのフェンダーの
はい、組み立てで確かそうですね、ここのあのスモールタイプっていうんですか、カバーでないやつはエッチングパーツだったんですよね。はい、で今回まあ振動されてる手法ですね、これですね、一応機銃と手法芯は金属パーツありのですね、うん、まあまあまあすごいシンプルでいいですね。これだけ機関部ついてるだけですね、とハッチ類と、うん、細かい技術はアンテナ器具とかペリスコープとかなどなどですね、はい、これはあれですね、あのサーチライトみたいなやつですよね、うん、トートの後ろに工具箱をつけて、でこれですね、車体正面のちっちゃい音ですね、これですね、で砲塔乗せてちっちゃい砲塔つける場合はここをはめると、で昇降用のラダーがついて完成ですね。はい、これは塗装図ですね。はい、一つこれはドイツ軍のものですね。はい、うん、とこれはイギリス軍。はい、以上ですね。はい、イギリス軍2タイプとドイツ軍1タイプ、全部で3種類ですね。まずパーツ仕分けました。左側は前回のクルセイダー3に入ってたパーツです。はい、全部一緒です。右側のものが今回新規に追加されたもので、まず砲塔のランナーですね。それからデカール、あと、まあ、付属のフィギュア、スモールタレット、あと金属方針。はい、これだけですね。全く同じパーツがこんだけ入ってるんで、はい、まあ、前回のレビューを見てもらおうかなと思ったんですけど、まあ見てない方もおられると思うんで、一応パーツは全部紹介します。砲塔のパーツですね。はい、新規パーツです。まず目につくのはここですね。はい、これ見えますよね。表面っていうんですか、走行表面にゲートがついてないです。こっち側ですね。まあ、いわゆるインナーゲートになってます。はい。これ非常にいいですよね。ちょっと拡大しましょうか。走行表面は普通のなし地じゃないです。なんかちょっとこう、特殊な、っていうんですかね。まあ、微妙にこう普通の均一なザラザラ感のある、はい、表面処理じゃないです。はい。なので、ここを削ると当然消えちゃうわけなんで、まあそういうところ気を使ってくれてますね。僕これ非常に、はい、すごくいいと思います。はい。これは天井ですね。まあ、事実上一体形成でハッチ部分だけ分割されてますけど、これでいいと思いますね。はい。やっぱり天板とここの走行表面の感じが微妙に違いますし、はい。溶接痕ですか。まあ、ちょっと四角いなっていう気がしますけど、すごくいいのがついてると思いますね。はい。うん。で、これが底っていうんですか、下の部分で、まあ、当然こういうところは同じ表面処理されてます。ただ、これですよね。はい。ここはゲート乗せちゃってるんですよね。はい。まあ、この辺の使い分けは正直意味わかんないですけど、まあ、でも、普通こうなってるんで、どこも。なので、これは非常にいいですね。やっぱり好感は持てますよね。作業のことを考えると。この辺は、ハッチ類のパーツとか、これ正面走行ですね。はい。ここも表面ですか？ゲート通してないですよね。ターレットリングとか、まあ、この辺は機関部のパーツですね。あと、細かいパーツ。これが、まあ、コマンダーハッチって言うんですか？まあ、ここにつく、まあ、一枚だけついてるハッチですね。これも素材って言うんですか？はい。後半が多分違うと思うんで、また別の表面処理されてます。うん。これ、まあ、かなり凝ってますよね。で、手法の防塵とかも、もう、当然、鋳造品の、まあ、ごつごつの感じ出てますね。これは、多分まあここ、一番下は表面にゲート乗ってますよね。多分これ全部鋳造品なんで、ここはまあ、
削って、まあ、ディティール取れちゃうと思うんですけど、まあこのぐらいはまあ勘弁できますよね。はい、まあ許容範囲です、十分。あと修法針と、こっち側方刀で、これがあのちっちゃい方ですかね、こっちはちっちゃい方の方刀ですかね、はい、機銃針ですね。銃口はいずれも開いてますね、はい、非常にシャープでいいと思います。金属方針ですね、あの砲塔ですね、砲塔につく主方針と脇の、まあ、同軸機銃です。真鍮の引き物で、まあ、当然ポン付け可能、銃口ももちろん開いてます。ただし機銃の方はですね、これ、まあ、明らかにハイダー分厚いんですよね。まあ製作加工でここ薄くしろって、まあ、土台無理なんでしょうがないですけど、ちょっと気になりました。はい、あのプラの出来が十分良かったんで、まあこれはこれでしょうがないんで、全部金属使わなきゃいけないっていう気はしないですね。はい、まあそれだけプラの出来が良かったっていうことです。これは車体の正面につくちっちゃい砲塔ですね。はい、まあハッチと前面の装甲が別体ですけど、インジとか、はい、こういう、まあ、側面のディティールですかね、まあ、大きさの割に非常にシャープでいいと思います。デカールですね、はい、イギリス軍2タイプとドイツ軍1個なんで、車両番号ですか、それから部隊マークはイギリス軍が2個で、ドイツ軍のは、まあ、鉄十字だけですかね、はい。付属の戦車兵のフィギュアですね、はい、これレジン製ですね。ボディですね、はい、もうこの辺の造形はもうさすがレジンっていう感じですね、はい、もうはい、こういう感じです。ヘッドです、はい、顔いいですよね、すごくいいし、あと略棒のツバですか、もうものすごいシャープですね、これ取り扱い注意かなって気がしますね、はい、こういう感じです。手です、まあ本当にシャープでいいですよね。インジェクションのやつなんかはね、指とか手が団子になってたりするんで、ノコでちょっと切り込みとか入れるとシャープになるんですけど、もうこれはそんな必要がないというか、まあそんなことできないくらい、はい、シャープでいいですね。これすごいいいですよね。以降のパーツは前回のクルセイダー3に入ってたものと、まあ、全く同じパーツですね、まあ、いわゆる共用パーツです。エッチングパーツです、2枚入ってて、これはまあサイドスカートの関係のパーツですね。フルでカバーしないタイプのやつですね、はい、でもう1枚は車体に使うものですね、はい、まあ数もそんなに多くなくて、エンボスの加工とか必要なものはしっかりされてるんで、まあ、基本折り曲げて丁寧に貼るっていうだけですかね、はい、ポリキャップです、はい、まあ、今回使うのはロードホイールだけなんで、まあ、こっちのちっちゃいやつだけですかね。クリアパーツです、これはもう全部ライトのレンズで、車体の正面につく、まあ、いわゆるヘッドライト、それから砲塔につくようなサーチライトみたいなやつですね、はい、これだけです。箱ゴミ積みの下部車体です、はい、まあ、横はこういう感じでサスペンションアームをつけるタボアナとこのガイドがついてますね。そこはこういう感じで、まあディティールがしっかり、はい、ついてます。表面はまあ普通にある綺麗な梨地ですね、はい、これは横も一緒のものがついてます。履帯です、はい、まあ両脇のピンを差し込んで接着するっていう、まあモデル合戦形式ですよね。ただしチグがついてなかったんで、はい、これはこれで結構数が多いんで大変ですかね。リンクピンですね、はい、比較的長いんで接着強度は十分ありそうです、はい、このランナーが12個入ってます。立体のピースですね、はい、まあ、非常に小さいで、ディティールはね、まあかなりいいと思うんですけど、裏側に押し出しピンの跡ががっつりへこんだ状態でついてるんですね。これは前あんまり気にならなかったんですけど、今見ると結構気になる。あと、見えますかね、左側の上の方、はい、押し出しみんの跡が奥までなんか抜けてるんですね、はい、まあ、整形不良だと思うんですけど、これはもう表抜けちゃってるんで、
埋めなきゃいけないですから、結構こういうピースは修正大変ですね。うん、あとそうですね、バリも多少出てるんで、接合部とかもしあるようだったらやっぱりきれいに成形しないとスムーズに動かないと思うんで、動かすっていうことを考えてる方はこれ結構処理大変ですね。車体のパーツですね。はい、まあリアパネルとか、それからサスペンションを覆ってる、まあ左右のカバー、あとまあ細かいパーツがついてますね。下部車体脇のサスペンションカバーですね。はい、走行表面は車体と同じものがついてます。細かいこのリベットっていうんですかね、まあこういうところすごくいいですね。でこれがまあリアパネルです。この辺がエアインティークのルーバーなんですけど、そうですね、まあ同じパーツ比べてるんで、まあちょっと今回はこう違うとこを見ていきたいなと思うんですけど、まずバリついてますね。それからルーバーは僕の目には若干反って見えますと。はい、でこれですね、多分エンジンルームかなんかの点検パネルだと思うんですけど、こう見えますよね。ちょっと発火しちゃったりしてるんで、元の時にも言ったんですけど、そのゲートの置き方とか、それから僕は個人的にはここのディティールの付け方がすごく好きなんで、逆にそういうところが気になりだしましたかね。はい、まあせっかくなんで、ちょっと重箱の隅をつつくようで不快な思いされる方もおられるかもしれないんですけど、まあいい機会なんでそういうところを今回見たいですね。これは排気管で、まあマフラーだとか、こういうこうジョイントのところの、まあ鋳造品、多分そうなんでしょうね。で多分この辺は鉄じゃないかもしれないんで、まあ皆さんも水道の配管とかのジョイント見たことあるかもしれないんですけど、そんなような感じにはなってるんですよ。だから非常にリアルだと思いますよね。はい、まあ、当然こういう細かいっていうか、まあ細いパーツですよね。はい、そういうの非常にシャープで、こういうのも往々にして曲がったりとかねしてるんですけども、全然ないんですよね。はい、まあだけにやっぱさっきのとことか気になりますよね。シャベルとかもこういう蝶ネジで止まってる、まあ、ドイツ軍とか全然違うようなクランプとかもよくできてますし、これは多分砲塔の後ろにつく脱具箱ですかね。まあヒンジのとこでこう分割してるわけですよ。はい、非常にシャープな成形で、まあいいですよね。うん、車体のパーツですね。はい、まあ上部車体とかサイドフェンダー、あとまあいわゆる表についてる目立つところのパーツがいっぱいついてますね。上部車体ですね。はい、まあフェンダー一体型です。はい、まあ、分割されてるのはドライバーハッチ、まあそれから砲塔ですよね。あとまあリアの点検ハッチとかエアインティークのところだけで、はい、まあまあよくある分割なんでしょうけど、非常にシャープですね。はい、こういうところですか。フェンダーのブラケットとか、もう非常に複雑な格好してますけど、もう全然歪んでないですし、もう、なんですか、シャキッと抜けてるってんですか。はい。これは英語では表現難しいな。はい、あと、走行表面ですね。これは、砲塔のに近いようなものがついてますね。車体のなし地とはちょっと違うと思いますね。はい、はい、まあ埋め込み式のネジとかもう、まあ、的確に再現されてるって言っていいんじゃないですかね。はい、もうヒンジとかもすごくシャープでいいですね。うん、まあこういうところっていうんですか、そのまあ割とデフォルメ気味に目立つようにしたりとか、まあ大きさを正確に再現したいところはしっかりするとか、そういうメリハリがついてて非常にまあいいっていうんですかね、僕の好きな表現、はい、表現方法っていうんですか、再現方法ですよね。はい、まあこれはバールですね。はい、蝶ネジで止まってますと。この辺はあれですね、これドライバー席の、はい、正面のパネルですね。うん、これなんかも鋳造品でそういう風にちゃんと表現されてるんですよね。これは横につくまあ、雑具箱。はい、まあ、燃料タンクですね、これはね。どうですかね、こういういわゆる細いパーツ。
非常にいいですよね。まあさっきね、僕バリついててちょっとね残念とかって言いましたけど、まあ、このぐらいはしょうがないなっていう感じはしますよね。これがこれの蓋ですよね。はい、まあ素晴らしいですね。はい、これは前後のフェンダーの内側のパネルかな。はい、これがあのあれですね、ここにつく、まあ、元々あったドライバーハッチ的なもの。これはフロントパネルですね。はい、はい、チントネジね、ちゃんとマイナスついてますよね。で、まあ、ご丁寧に、向きもちゃんとランダムになってますよね。はい。この辺がハッチ類とか、泥除けですね。はい。で、サイドのスカートですね。うん、まあ、素晴らしいですね。はい。もう、申し分ないんじゃないですかね。はい。足回りのパーツですね。あとは車体につく、まあ、雑具箱とか、あとなんか履帯のパーツが一部入ってますね。はい、これも同じランナーが2枚入ってます。ロードホイールですね。はい、まずホイールボディですか、まあ、スチールとそれから外周のあのゴムですかね。はい、もうこれの質感が全然違いますね。はい、非常にシャープでいいです。でゲートは端っこについてるんで、まあ、ど真ん中についてないんで、角だけ、はい、ゲート処理してパーティングラインを削ればいいようになってます。はい。これは内側ですかね。はい。で、これが一体式のサスペンションアームですね。うん。まあまあまあ、ほぼほぼ見えなくなっちゃうんですけど、非常にシャープでいいんじゃないですか。はい。これは、まあ、雑箱かなんかの、まあ、蓋ですよね。はい、まあ、ヒンジとかこの辺のあのモールドっていうんですかね、まあ、まあ本当こういうのシャープでいいですよね。これはまあまあ牽引フック U 字フックですね。はい、これはでもちょっとなんだろう、ライトのボディではないな、気取りですね。はい、ゲートはねちょっと太めでギアと一体化してますけど、まあちゃんと脇に、はい、ついてますね。誘導輪と、あと、これは履帯のチグですね。はい。まあマニュアルには触れてなかったですけど、一応ついてますね。はい。で、これが車体にくっつく、まあ脱ぐ箱みたいなやつ。はい。こっちはマフラーのボディですかね。はい。うん。はい、この辺は排気管のパーツで、まあいずれにせよ細いパーツは非常にシャープで、いいですよね。これがホイールキャップですね。はい。あ、まあヘッドライトはこれですよね。はい。あと、履帯なんですけど、連結されているものがここに1個用意されてますね。これは僕使うべきだと思いますね。はい、はっきり言って。はい、これ使った方がいいと思います。裏側はこういう感じですね。押し出しピンの跡もないんで、はい。これはありがたいですね。はい。まあ、特に曲がってもいないんで、まあ、下の、はい、一番長いところに使うべきですかね。はい。パーツの紹介は以上です。総評です。まず、やってくれたなっていうのが第一声ですね。はい。これはもうもちろん悪い意味じゃないんですけど、新規パーツがあれしかなかったんで、もうこれはもう、正直言って、そうですね。まあ、はっきり言ってがっかりしました。はい。まあ、マーク2とマーク3で、それだけ、車体に関しては差がないっていうことだと思うんで、まあ、これは、仕方ないと。はい。あとは、まあ、相変わらずいろんなものがいっぱいついてて、戦車兵のフィギュアとか、金属方針とかね、もう、そうですね。ボーダーモデル、まあ、当たり前のように最近こういうのつけてくれるんで、まあ、見慣れちゃった感もありますけど、まあ、ありがたいですよね。はい。レジンのフィギュアとかね、買うと日本だと、あれだけ出来のいいやつは1個1000円以下ではもうまず買えないんで、まあそういう意味では非常にリーズナブルな、はい、キットだったなと思いますね。うん。ボーダーモデルは、ディティールの付け方は僕は個人的には非常に好きなんで、まあああいう仕上がりっていうんですか、はい、ディティールすごく良かったですし、あと、砲塔でしたか、はい、まあ特殊な表面処理してる、はい、表面、っていうんですか、ああいうところにはゲートを残さない、インナーゲートにしてくれたりとか、まあそういう配慮とか非常に好感を持てましたし、まあ
反面まあなんかオペレーションレベルでこうパーツが全体に沿ってたりとか、あとまあ離体ですよね、まあ、押し出しピンが抜けちゃって一部裏まで通っちゃってたとか、そういうのはまあかえって気になっちゃいましたかね、はい、まあまあでも問われ全部が全部そういうもんじゃないと思いますし、足回りのランナーに長い離体ついてましたから、まあ隠せる部分はまあそっちで補うっていう感じでいいんじゃないですかね、はい、あともう一つドイツ軍の捕獲仕様が今回まあオプションで選択できて、でカールもついてた、まあこれはちょっと嬉しいですかね、はい、箱絵にもねなってますけど、やっぱり北アフリカ戦線で、まあ、ドイツ軍が、はい、パクったやつ作りたい人は、まあ、かなりいい配慮だったと思います、はい、今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。